たおやすし、安楽のやったことは一歩間違えると犯罪。悪ふざけと軽い処分にしてはいけない。たおしは、ちょっと間違えると犯罪に近いそういうところまで言っている。このことをそんなに軽く見てしまってはいけない、と厳しく語った。これ半分犯罪だろ。普通に犯罪では、犯罪の一歩手前という認識なのか。間違えなくても被害者が訴えれば普通に犯罪では、野球人口減るわけだ。まだ2アウトか。パワハラは犯罪？まだ3アウトチェンジやろ。挽回できるよ。タオはなんでこんなに目立ってるんや？詩人逮捕系 YouTuber で草。ちょっと待て、タオを悪者にするのは無理あるやろ。やっぱ頼りになるのはタオさんよ。踏み外してる定期。被害者が対応を一歩間違えると犯罪。こいつも情報漏洩も結構悪質だと思うけどな。犯罪で正解では、軽い処分云々関係なくもうお前安楽は首やでってリークしてたやん。がっつり犯罪定期。安楽、下半身冷えちゃうからこれ使って。逆に一歩間違えると犯罪なことって何かある？お前が軽く見せとるやないかい。個人的な恨みでもあるんか？そんなに詳しいのかよ。てかなんでタオごときが内部情報知れるんや。ぶっちゃけこの件で安楽だけでなくマークソも追い出すやろこれ。いや8割犯罪やろ。現時点でもろに犯罪やろ。半分は無罪という野球界の黄金の精神。安楽の首切って終わるんかね？球団の偉いさんも誰か責任取るんかね？犯罪だろ。被害届け出してないだけで。ご視聴ありがとうございました。